デパートメンは、僕実はサムネイルが実はなくて、誰なんだこいつって思われた方いらっしゃると思うんですが、一応本名公平西岡と、西岡公平と申します。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。こんな朝っぱらからしかも日曜日にこんなに集まっていただいて大変恐縮です。じゃあ早速始めたいと思います。出身は福井です。今アイビジっていうところで、iOS のエンジニアをやっておりまして、主に、O2O 事業をやっておりまして、そこの SDK の保守管理、あとそれを組み込んだ受託開発を行っております。もともとウェブなどをやっておりまして、PHP とか JavaScript なども一応、やっておりますが、ほぼ今政府福祉団です。ちょっと前まで留学しておりましたので、もし英語で話しかけて質問はちょっとどこまで答えるかわかんないですが、英語で仲良くなっていただけると嬉しいなという感じです。はい、早速始めたいと思います。今日のアジェンダはこんな感じです。で早速なんですが、なんで今更テキストキットなんじゃっていうふうに思われた方もおそらくいらっしゃるかと思うんですが、もともとこれ iOS7 の時に、登場したものでして、内容自体はおそらく僕以上に先輩方がたくさんいらっしゃるので、あまり上から目線とか喋れないんだろうなというか、ちょっと恥ずかしい限りなんですが、一応ちょっとこれきっかけとしては、ちょっとデザイナーさんとのやり取りの中でこんなこともありました。基本 UI の改修などで、もっとこの辺ちっちゃいところですけど変えてもらえませんかとか、行間をなんとかしてよとか、非常にミクロなところの指摘などで、直してほしいなとかっていう要望がよくありまして、それをきっかけに、ちょっとテキスト周りをもうちょっとちゃんと勉強した方がいいんじゃないかなっていうきっかけで、やったことが起こったんです。で、はい、やります。これ皆さんこの場面見たことありますか？非常にコアな部分なんですが、実は WWDC の今年2018のセッション221の場面です。セッション皆さんほぼ8割ほど見てる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか？ちらほら、あ、結構ちらほらいらっしゃいますね。今年 AR キットとか YML とか結構他の目白押しがいっぱいあった中で、なんかここだけすごいなんか地味ながら、あ、ここでここの説明が入ってくるんだっていうことはちょっと見てて思って、で、こういうセッション でこれ2018年なんですけど、遡ると2013年、なんかもう色あせてますよねこれそのままスクショ撮って出してるだけなんですけど、たったこの時代の流れというか、たった5年でこんだけ変わるのかなっていうぐらいちょっと時代を感じます。で、このイントロデューシングテキストキットっていうところが、最初にセブンの時に登場した時のセッションだったんですが、こう見るとなんかすごいモダンな感じがして、あ、すげえなんかやりたくなってくれて、個人的にやる気が出るのは僕だけなんでしょうか、はい、で、実はですね、スティーブ・ジョブズちょうど2005年、スタンフォード大学の皆さんご存知の卒業スピーチが思うんですけど、この人がすごい、言ってて思ったのは、この人リード大学 のカリグラフィーの講義で、実はこれがアップルのなんていうんですかね、フォントに対する思いやりというか、入れ込みを語ってたシーンがあったんですが、それからなんかいろいろ語っているうちに、そのあるフォーチュンっていうある雑誌の中でこういった一節があったんですね。最初の方を読むと、This is what customers pay us for to wet these details と。で、これまさにスティーブ・ジョブズのすごいこだわりの強いところの一番面じゃないのかなと思ってまして、Sweating the details と、最後までいかにこだわるか。あ、
そうだな、そういえばアップルってそういうところがすごいやっぱり強みだなっていうので、なんかそのデザイナーに言われてる時に、はい、すいません頑張りますっていうちょっとということで、まあ、早速内容に入ってきたいと思うんですが、これテキストキットもう皆さんご存知だと思うんですが、こういう感じでインポートした時に、まあ、もちろんエラーになります。そうですね、これもともとモジュールで、フレームワーク化されてるわけではないのですが、これ何かっていうと、レンダリングエンジン、まあ、テキスト用のレンダリングエンジンで、まあ、UI キットにいろいろ部分部分でコンポーネントがあって、それをまあ総称してテキストキットみたいな言い方をしてます。でベースとなっているのはコアテキストと呼ばれるもので、全体としてはこういう感じですね。おそらく、ご覧になったこともいらっしゃるかと思うんですが、これ、基本的にコアテキストのまあ乗っかった感じでテキストキットでさらに使いやすくなっているというわけです。で以前はどうなっていたかといいますと、 iOS7 以前はまあこんな感じ で僕もまだこの頃 iOS エンジニアではなかったんですが、ちょっとびっくりしたのはこのここですね、 WebKit の上にさらにあったという、で HTML で描写してたんだってちょっとびっくりしたんですが、時代今現在 Web UI テキスト、WebKit ですね、 WebKit 自体はもう iOS12 で、UI Web、ビューかデプリケートになるということなんですが、まあなんかこのあたりからテキスト周りの、ベースとなる部分はなんか Apple の中ではいろいろと変わってたのかなという気がしております。で、今一番注目したいのはここですね。まあちょっと API グループって別に API グループでも何でもないんですが、まあ、ざっくりまとめるとこの辺はよく案件とかやっているとよく目に使う部分かなと思いまして、特に UI テキストビューとか UI テキストフィールドで UI ラベルで、これ UI 周りですが、その部分としてはこの辺がテキストキットの方もあるかなと。で、表示させるためにはそれを調整して、まあ、データからテキストデータを取得してそれを描画するという、でそのプロセスっていうのは意外と複雑で、コアテキストでガリガリ書いたりすると非常にコード数も増えてしまい、まあそれを一から実装するというのは実際大変です。でこの、まあ、NS レイアウトマネージャーとかテキストコンテナでこのあたりを、実際はいいように描画してくれるということで助けてくれるんですが、これ実は結構よく見ているとこんな感じで、これがビューだとするとこれがコントローラー、これがモデルという形で、実際にこれを見てるとちょっと書いちゃったんですが MVC になっております。テキストキット自体はMVC みたいな構造になってまして、まあ、MVC とは言わないんですが、まあ、それに似たようなアーキテクチャになってまして、それをベースにテキストを描画していくというふうな仕組みになってますね、はい、でちょっとその構造をちょっと見ていくと、ざっくり言うとこんな感じですね、ちょっと今 UI テキストビューを、例に挙げているんですが、それぞれがオブジェクトの関係を持ってまして、ある変更、例えば NS テキストストレージというのがありまして、そこの、例えば属性だったり文字列が、変更になると、それが NS レイアウトマネージャーに、通知されて、それが 変更を伴って UI テキストビューに変更されると。でまたそれを、まあ例えばテキストビューの、形とか、サイズとかを調整することによって、それがテキストコンテナーから、レイアウトマネージャーにで、それがテキストビューにという、こういった感じでオブジェクト同士の、インタラクションによって、テキストビューの、描画がそれぞれ行われています。で一番今日皆さんもしよくご存じじゃない方がもしいらっしゃったら、この3つを、特に注目してほしいなと思っております。まずは NS テキストストレージ、この部分ですね、NS ストレージ自体は、まあ、テキストキット、さっき言ったモデルに相当する部分です。
で、まあ、ストレッチと言っちゃってるんですが、普段、テキストビューとかを描画するときに NS ミュータブルアトリビュートストリングのサブクラスで、これクラスクラスターなんですが、まあ、これ基本はここを使おうかなと思います。でそれぞれ、まあ、こういう感じで書いたんですが、もしこれをオリジナルのストレージとしてやりたい場合には、ざっくり言うとここのプリミティブメソッドをオーバーライドして、まあ、独自メソッドと独自のストレージを作ることもできるんですが、まあ、ここはあまりそんなに触れないのでちょっと飛ばします。はい、で大事なのはここですね。 NS ストリアトリビューテッドストリングというところです。基本的にこの NS アトリビューストリングの引数となるものが、まあ、こういったディクショナリー型でその属性を指定してあげると、あとどの部分を NS レンジで指定してあげて、あとはストリング情報を与えてあげると。でこれでイニシャライズして基本的に表示するわけですが、皆さんエンジニアなのでどれぐらいフォントについて俺いけてるぜ、どれぐらいいらっしゃいますか？あ、ちょっといらっしゃいますね。よかった。実はこれ会社の1回練習で1回説明した時にすごいお恥かいてしまいまして、私これ全然フォントのこと知らねえじゃんって、ちょっと軽くまとめました。はい、まあ、ポイントサイズっていうのは、まあ、よくあるこの高さですね。で、ラインハイトっていうのが、まあ、ここのレディングって呼ばれる部分を追加したような。でさらに、アセンダーとかいうのがここになりますね。でちょっと前後しちゃうんですが、キャップハイトと、これ実は日本人にはそこまで馴染みないかもしれないんですが、欧米の言語ですと大文字っていうのが存在しますので、大文字は基本的にここのキャップハイトというところに収まるように定義されています。で、日本語も全く関係ないかと言われると実は関係ありまして、これ実は漢字の基本的なベースはここ のキャップハイトを基準に、指定されています。でもう一つ非常に重要というか、結構ここは知っておいた方がいいよっていうところがあるんですが、これですね、ユーズフォントレディング。ここ皆さんリーディングって呼ばないでくださいね。僕リーディングって言ったら何ですかそれはって、基本的にレディングと言います。ストーリーボードでよくボードレイアウトをやるときにリーディングっていうのを聞くんですが、それと区別するためにここはレディングと言った方が無難だってことを知りました。はい、でまあちょっと重要なのはここのレイアウトマネージャーにユーズフォントレディングっていうのがあるんですが、これ何かというと、さっき時間がちょっと弱くなってきた、ここ、基本的に UI ラベルとかはあまり影響しないと言われてるんですが、 UI テキストビューとかになってくるとここがフォントによってはすごい影響してきます。で基本的に微妙なところを取ってくるとこれすごい邪魔だっていうことがありまして、基本的にここはフォルスにしておく方が、まあ、フォントの扱いとしてはいろいろ便利だったりするということになります。で、まあ、ちょっとフォントのカスタマイズはまだいろいろあります。はい、でもう一つ、NS アトリビュートストリング、これ注意が必要なんですが、実はデフォルト値が存在しております。 I love iOSDC、 これ今ここの部分なんですが、 Cosmic Sans MS というここのフォントを適用してさらに Love を強調してあげようというようなことを例えばやってみたいと。コードを書くとこんな感じなんですが、まあフォントを適用してあげて、でさらにボールドでスクリプターかけてあげて、で、まあ、ここでセットしてあげると。でまあロケーションレングスとって、まあこうなるかと言いますと、実際になりますね。これ一箇所実は問題点が一つ、実際はこうなっちゃうんですね。で、ここをちょっとよく見ていただくと、これもともとアリアンなんですが、こっち別のフォントになっております。これ何のフォントになってしまったかと言いますと、ここ
ストリングでイニシャライズしてるんですが、実は NS アトリビュートストリングってデフォルト値が、ありまして、やばいちょっとやばいな、はい、でここにアリアンブラックという12、もともと適用前はこれだったんですが、初期化するとこれになってしまって最終的にこのようになるんですが、初期化の段階で失敗しています。ちょっとやばいですね、アニメーションが無駄になっている、ですね、実はアトリビュートというのは初期値に入ってます。でヘルベニカの12ポイントがイニシャライズの時に入っちゃうんです。で何をしないといけないかっていうと、実はここアトリビュートストリングっていうのでイニシャライズをしてあげると、属性情報を入れたまま、それをさらにこのラブっていうところをさらに強調したい場合には適用できるという形になってます。ちょっとこれ気をつけたいところではあります。ちょっとで、あと NS マネージャー、ここはまあ そこまで使わないです。まあこれ、レイアウトレディングに関する調整を行っていますね、はい、で最後にちょっとこれだけ言って終わりたいと思います。テキストコンテナというのがあるんですが、テキストコンテナ自体はここに描画する領域がありまして、この描画する領域と非表示領域っていうのを、調整してあげることによって、例えばこのコンテナで何ができるか言いますと、例えば回り込み文字と呼ばれるもの、ちょっとこういう感じですね。例えばこういうことをやりたいときにコンテナを使います。で、まあ、ここの値を与えてあげることで実際できるんですが、ちょっと時間ないのでちょっと一旦ここまでにしますね。まあ、ちょっと説明したかったんですが、まずとこの辺の資料は、あげたいと思いますので、一旦ここまでにしたいと思います。すいません、ちょっと漏れてしまいましたが、ありがとうございました。ありがとうございました、それでは少しだけ質問タイムに移りたいと思います、質問とあれか挙手をお願いします。楽しい、ありがとうございました。ありがとうございました。お話ししたいんですけど、NS アトリビュート、アトリビューテッドストリングで属性を、指定するときにですね、結構コードが煩雑になりがちなんですが、私は、その辺特に何か工夫してらっしゃる点はありますでしょうか。ご質問は NS アトリビュートストリングスの属性指定の時に煩雑になるんですが、いかにスマートにするかということですね、はい、それは同じく私もちょっとその辺はいつも綺麗にどう書こうかっていうのは結構苦戦しているところではあるんですが、そうですね、基本的にイニシャライズの段階で僕はいつも配列を組んで、一気にぶっ込むような形で書くようにはしてます。でスマートにっていうとちょっと逆にいろいろお聞きしたいところはあるんですが、まあ最初に明示的に何をイニシャライズするかというところは、まあ、後から見ても分かるようにということでは、最初に配列でまとめて書くようにするようにしています。ちょっと答えになってないんですが、はい、あらかじめある程度もう全て属性を設定しておいて一気に適用するということで、そうですね、はい、ありがとうございました。スピーカーの分数を1階の方にご用意していますので、質問と
し何かありましたらそちらの方にお願いします。それでは発表を終わらせていただきます。ペーパーズペーパーズさんでした。ありがとうございました。